です。お願いします。はい、本日も引き続き狭山スポーツセンターに来ているんですけれども、まあ、先日ちょっと動画で出しましたこちら、GS ミットの先日キャッチング行ってきたんですけれども、まあ、これにより、まあ、前から持ってますカムイのミットもうだいぶ年季度入った、ミットやあんまり動画で登場しないかなこのスラッガーのキャッチャーミットオーダーミット、はい、こちらも最近めっきり動画で登場しなくなったカイモデルのキャッチャーミット、まあ、今日4つ持ってきてるんですけれどもそれぞれちょっと違うんですよ、まあ、カイミットで言ったら、激浅でスラッガーのこちらのオーダーミットは、まあ、浅いミット浅いミットではあるんですけれどもポケットの閉じ方がこういう結構奥で閉じるタイプのミットなおかつちょっと親指の芯が太めだったっていうミットででまあカムイこちらはまあオーソドックスな普通のミットですねをちょっと浅めにつけたミット、まあ、ネイキも入ってる親指の芯が薄いミットになりますまあもうだいぶ紹介してます GS こちらはまあまだ硬い公式のミットになっていますでまあじゃあ4つあるんでどれがどういう特徴があるのかちょっとキャッチングしていきたいなと取り比べまあそれぞれ型が違ったりとかするので、まあ、どういう音が鳴るのかとかどういう補給感なのかとかでそれで一番合ってるミットを見つけられればなと思いますそれではやっていきます最初10球10球でこちらのハイモデルとスラッガーのちょっと浅め系統かなり浅いのとちょっと浅め系統の、ミットでやっていこうと思いますはいじゃあまずスラッガーから1球目まあ安心感はやっぱちょっと怖いですねかなり浅いんでは、い、3球目まあでも前より深くなったかなっていうしっかり最近ちょっとあんまり替え戻りも使ってなかったんでまあでもやっぱ小さいんでハンドリングっていう意味では、まあ、すぐにパッと出てくるのかなっていうのはありますねああ取りに行くと弾きますやっぱただこのスッとした動きは結構いい感じですね、はい、じゃあ次ちょっとスラッガーの青い方で取っていきますあーこっちの方がなぜかコンパクトに感じますね結構うんこれあのスラッガーの東京ステージさんのユニなんでうんでこれ一回紐切れたんですよねあの使った速攻芋みやるときはちょっと乾燥に気をつけなきゃなっていうのはありますかなり安定感を持ちますね浅いミットとかにはいずっしりきますねやっぱこの2つのミットにどちらにも言えることなんですけれどもまあ浅いので手で取ってる感じがすごいするんでっていうのが浅いミットの特徴だなというのは感じました、ね、でなおかつ浅いミットを浅く使う浅く、まあ、これはもともと深く使ってるつもりなんですけどまあ、浅いんでそれでもで、まあ、まだそんな使ってもなかったのでポケットもがっつりここの下にできてるわけではないミットなんでまだまだ育成が必要な状態ではあるんですけれども浅いミットでもこうやってしっかりと片付けができている片付けをしてもらっているっていうミットだと結構ハマりもよくてちゃんとここの中心で取れるのかなっていうのは今感じましたねはいじゃあ続いては普段から常に愛用しているカムイのキャッチャーミットとじゃあ新たに手に入れた GS ミットを取っていきますでじゃあカムイからやってきます、うん、やっぱ手には一番合いますねこれが結構まあもう本当にずっとこれがメインで使ってたんでただ痛いですやっぱりもう皮がだいぶ取っちゃってるんでちょっと間違えたところでちょっと痛いんでそこはしっかりとポケットでも取らないと結構厳しいかなっていうのは完璧にポケットが出来上がってるんでさっきやるときから使ってたみたいですはいじゃあ次に、ジップと取っていきます買って、まあ、全然違うわやっぱ新品とこんなに差が出るから片付けはむしろこのミットを参考にして GS ミット片付けたみたいな感じなんですよ型の感
ちゃ似てるんですけど、呼吸が全然違います。ぴったりとこうやって受けていかないとかなっていうのはありますね。ボール自体はまあマッスルボールなんでずっしりくるんですけど、やっぱカムイのミットなんかよりは全然痛くないです、腰肉は。はい、ということで振り比べをしましたが、まあやっぱり手に合ってるなって感じと、こっちはまだ硬いですけれども、バシッと決まったらかなりいい音になって、今後も思いっきり使っていきたいなという感想がありました。はい、ということでやってきましたが、まあやっぱりカムイが手には一番今のところは合ってるかなっていうんですけれども、まあ、軟式用でも6、7年か計算してみたら6、7年だったんで、まあ針も結構なくなってきちゃってはいたので、まあ、ちょうど替え時だったのかなっていう感じはしましたね。まあ浅いミットでも全然片付けの仕方や親指の芯だったりとかで、手のハンドリングの感覚が全く違ったので、こちらはどちらかというと重心が手元に近いような片付けをしてたりとかして、取り方も全然違くて、でこっちはもうまあかなり開くし、もっとこっちよりも全然浅い感じなんで、そこでもまあ同じ浅さぐらいなんですから、本来はかなり違うなっていうのは感じました。公式ミット軟式受けてるんで、なおかつちょっとまだ固めなので結構弾きました。まあ、これも使ってって今後どうなるかなっていうのは僕も気になるところなので、どんどん使っていこうかなと思います。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうっていうことで、はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ、1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。そうそう、でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。